あとみにこんにちは通常は六十五歳で年金をもらう人が多いかと思います収入が年金だけなのだから住民税は払う必要がないこのように思っている人もいるかもしれません本日は収入が年金のみの場合住民税はどうなるのかについてお伝えします住民税とは収入に対して課税される税金で税率は各市区町村で異なり 平均すると所得の6%程度ほどです。住民票のある市区町村に納付する必要があります。年金は収入となりますので、課税対象となります。年金収入だけの場合の実際の住民税ですが、住んでいる地域や年齢や配偶者の有無などにより異なります。また、住民税が非課税となる年金収入ですが、その例がこちらです。こちらは人口が10万人ほどの市の場合です。 65歳未満の場合、単身者98万円、夫婦世帯147万円。65歳以上の場合、単身者148万円、夫婦世帯193万円。実際に自分の場合の正確な非課税となる年金額は、市区町村などで確認することが必要です。いかがでしたでしょうか収入が年金のみでも住民税は払う必要があります。 ただし、年金額が一定の額よりも少ない場合は非課税となります。そして、非課税となる年金額は、住んでいる地域や年齢や配偶者の有無などにより変わっていきます。以上で本日の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。